天地盛大その第2回第1章松川湖にて続きから、なおはかがんで彼の旅を脱がせようとし、彼は手を振って拒んだ。なおはたもとから手拭きを出し、彼が旅を脱ぐとその濡れた足を拭いてやった。トールはそれを見ていて、静かな悲しみが胸を浸すのを感じた。俺はこの人をきっと幸せにする、必ず幸せにしてみせる、と彼は心の中で誓った。白い肌をしていらっしゃいますのね、とナオが言った。滑らかで女よりきめの細かなお肌ですわ。男らしくないっていつも父に苦い顔をされるんです。彼はそう言いながら、ふと衝動的にナオの手を握ろうとした。しかしナオはごく自然な動作でその手を逃げ、濡れた砂だらけの草履を持って立ち上がった。ナオさん。ナオは後じさりをし、草履の砂をはたきながら脇の方を見ていった。あなたの考えていらっしゃることは誤りだと思います。あなたは私を哀れむあまり。哀れむですって？ええ、愛情と申す方がよろしければそう申しましょう、とナオは言った。あなたの気持ちを信じないわけではございませんけれども、私のように一度他景化し不縁になって戻った上、年も21になりますと、女には女の勘というものができてまいります。あなたはいつもそのことにこだわる。どうしてそうなんです？トールは強い口ぶりで言った。1年にも満たない作田家の生活、しかも海次郎のような人間のことがそんなに忘れられないんですか？なおは微笑しながらトールに振り返った。姉が弟にするような温かな微笑であった。そういう意地の悪い言い方もあなたには似合いませんわ。しかしこだわっているのは事実でしょう。今はあなたの話をしているんです。あなたやあなたのご両親、貸していらっしゃるあの方やそのご家族、ご自分の感情だけでなく、こういう方たちのことも考えてくださいまし。トールは言い返した。私は私のよしと思うようにやります。ナオは彼を見た。あなたもそれを考えてください、と彼は続けた。あなたはご両親の意思に従って好きでもない男と結婚し、失敗して実家へ戻られた。それで何を得ることができましたか？海次郎はまた妻をめとった。傷ついたのはあなただけじゃありませんか？ご両親や周囲の人たちの意思に従ったことで何か事情が良くなったということでもありますか？私の場合は別でございます、とナオが答えた。あんなことはたびたびあるものではなし、私の巡り合わせが悪かったのでしょう。他の方の例に引けるものではございません。そして正直に申し上げますけれど、ナオは調子の変わった声で付け加えた、私傷ついてはおりませんわ。トールはナオの目を見つめた。本当に傷ついていませんか？と彼は聞いた。ナオはまた微笑しながらそっとうなずいた。それが本当なら、作田のことはきれいに忘れてください。とトールは言った。出戻りなどということも二度と口にしてはいけません。この世に海次郎という人間のいることも忘れてしまうんです。できますか？ナオはしっかりとうなずいた。それでいい。とトールもうなずいた。私は決して無理なことはしません。できるだけ穏便に時間をかけてやるつもりです。どうかそれをよく覚えていてください。ゴシップ前にもう一度会っていただけるでしょうか？そうしましょう。と言って彼はナオを見た。
岩子の江戸神という茶屋を知っていますね。なおは、はい、と答えた。トールは立ち上がり、指を折って日を数えてみてから、5日目の午後2時頃と約束した。なおは別れるまで彼の主張を認めようとしなかった。彼も強いて押し付けようとは思わなかったが、素直に喜んでくれなかったことや、むしろ辻との結婚を勧めるような口ぶりを見せたことには、少なからず不満を感じた。だがもちろん、なおは待っているに違いない。二人を結びつけているのは言葉ではない。誓いの言葉などは一度も交わされたことはなかった。それよりもっと深く、お互いの血と血の混じり合うところで、本質的に理解し合うもの、どんな力でも変えることのできない融合とも言うべきものであった。なおは必ず待っている。トールはそう信じた。それから2日目に彼は岩崎辻と結婚した。式は極めて質素に行われ、仲人夫妻と両家族のほかにどうしてもやむを得ない客だけ7人招いた。酒三献に23歳の膳で、仲人の岡田立脇は酒好きだったが、全部のほかに魚は出さず、立脇はしまいに味噌漬けをねだって飲んでいた。辻は先に下がり、立脇が酔って歌い出すと、岡田夫人が徹に合図をした。彼は客たちに挨拶をし、新所へ行くと母が待っていて、彼の着替えを手伝った。そこは常には来客用に使う8畳であるが、今はすっかり片付けられて、立て回した屏風の向こうに厚い重ね家具が伸びてあり、絹の丸あんどんの光が、それらをぼんやりと古い絵草紙かなんぞのように陰気に映し出していた。やがて岡田夫人が土の手を取って入ってき、そこでもう一度杯の取り交わしがあった。トールは一度も辻を見なかったし、母が去り岡田夫人が去ってからもしばらくの間じっと座ったままでいた。表の客まではまだ立脇が歌い、泉兵吾の歌う声がしていた。彼は辻の方は見ずに、江戸から帰ってくるまで待ってもらいたいのだがという意味のことを言った。辻はいぶかしそうに彼を見返した。髪を解いて背に束ね、白の寝巻きに着替えた彼女は、体の小柄なためか、16という年より若く、ほんの少女のようにしか見えないし、顔もふっくらとしているが小さく、濃い化粧がむしろ痛々しい感じであった。トールはちょっと見たがすぐに目をそらした。彼は当惑した。夫婦のちぎりは帰還してからにしたいという意味なのだが、辻の幼い姿を見るとそれをわかるように言い表す言葉に窮したのである。おっしゃることがよくわかりませんでした。と辻が聞き返した。もう一度お聞かせくださいませんでしょうか。はっきりした声であった。言いましょう。こうです。辻のはっきりした調子で勇気を得たように、彼も言葉を飾らずに言った。祝言の杯はしましたが、真実夫婦になるのは江戸から帰った時にしたいということです。辻の顔色が変わった。彼にはそう見えたが、顔色が変わったのではなく、おしろいの濃い彼女の頬のあたりが、固くこわばったのであった。その時辻は変貌した。少女のように幼げな、弱々しくさえ見えた姿が、まるで脱皮でもするように、内部から現れるものに押しのけられ、隠されていた。新たな辻自身に変わったようであった。天地盛大、その第2回。第1章、松川湖にて。
途中まで。2021年8月25日。この続きはまた次回。